はい、こんにちは、ピカーです。今日ね、このアセットフォルサコンペティオネやっていきたいと思います。このスーパーカー、各種スーパーカーを本当にね、自由に VR で乗れるっていう素晴らしい夢のようなゲームですね。いろんなスーパーカーあるよ。まあ一応レースカーなんだけど、どれにするね、NSX やってみる？やっぱ GTR だな。GTR の、どっちが新しいんだっけ ?GTR、どっちが、あれ2台ありなかったっけ ?GTR。え、どれ ?GTR どれ ?GTR。これか。ニスモ。2015。2018年がなかったっけ ?2018 年。じゃあね、2018年の、このね、ニスモ GTR。これで、ちょっとね、真面目にレースをね、やっていきたいと思います。これで戦っていく。やっていくぞ。場所はね、ベルギーですね。で、15分のレース。で、相手のレベルがね、90っていうね、かなり強い相手、戦ってみたいと思います。さあ、やっていく。VR で超リアルな戦いをね、繰り広げたいと思います。はい、GTR ですね、乗ってきました。すごいわ。バックミラーこの位置だって見える？大丈夫なの？すげえな。まあとりあえずちょっと走ってみるか。レース始めよう。ステイダブルファイル、エンジンかけて。かかんない。一回イグニション切って、もう一回入れてかける。あれ、エグニションこっちがオンか。オンにして、よし、変わった。エンジンマップを今4番だったやつを2番にする。よし、じゃあハンクラでスタートですね。おお、滑る。おお、 M6 来た。怖えわ。あ、後ろがレクサスがやばい。おお、後ろすげえ見えてるぞ。おい、これ大丈夫か。いや、タイヤ全然やべやべ。スタートした。ちょ待て、やーべ、うーわ、後ろめちゃくちゃ来た。レクサス来た。やべえな、これ行かれるな。そうね、ブロックライン。ブレーキ残してもダメだし。いやー、タイヤがまだ冷えてるぜ、おい。いやー、M6 すげえ速い。あ、こんなこっちの速いか。あー、ちょっと失敗した。ちょっと待った、大失敗した。小回り攻撃でいこう、小回り攻撃で。ちょっと待て。おい、いや、リアが流れてなんぼ。 FR は、こんな感じ。いや、 M6 速いな、おい。なんとかしないと、あいつをなんとかしないと。行け、ここ速いな。よっしゃ、ちょっと追いついたぞ。すげえな、横から M6 横から出てんぞ。よっしゃ、おいで。はえ、 M6 はえな、おい。ちょっと待って。ちょっと待って、今のあそこでブレーキかけられるとやっぱ危ねえぞ。
死にそうになったな。ああ、これはいかん、これはいかん、これはいかん、失礼。よいしょ。それも来ちゃったな。なんだ、あとから回ってくるのすごくね。おお、結構あんな高くのカウンター当たっちゃダメだよ。いやー難しいな、 FR も。あ、ちょっと分かってきた。このタイヤが結構よれるんだな、このタイヤ使い方ちょっと分かってきた。F1 やりすぎた。もうちょっとゆっくりなんだ、発酵シャワー。こういう感じだ。なるほどね。ターンインが、ターンインが、あ、こういう感じ。あー、ちょっと分かった、タイヤの使い方が。2019年のタイヤがさ、硬いからさ、 F1 のそれに慣れるとさ、もう柔らかい、こうサイドウォールが柔らかい箱車に乗りづらい。なんかすげえ一丁前なこと言ってるの俺、すげえ一丁前なこと言ってる。いけ、いやー、これいける。ちょっとこっちの方がアップルも早いんですけど、マジで。ちょっと待てよお前、ふざけんなよお前。ちょっと待てよ、なんでそっちが締めてくんだよ。またインチクライン、これは良くないね。モールージュすげえ難しい、箱車だとすげえ難しい。むしろ F1 の方が簡単多分。おいー、あぶねー。あのカウンター量なくね。いや、マスクすげえなんか出るんだよね、逆版なのかな。あそこだけなんかすげえね、ブレーキが残すと。あー、ちょっと待って、喋ってるとダメだ、このまたこのボヨンボヨンタイヤに慣れてない、硬いタイヤやりすぎた。いやー、日差しが強くなってきた。 HDR だからね、 HDR。いやー、ちょっと話してるとダメだ、離れちゃう。この感じ、この感じ、このタイヤの使い方、こう。いや、荷重、まあ、タイヤを思いっきり倒す感じでギュッといかないと、ギュッとタイヤをフロントタイヤをギュッと。あー、ちょっとなんかあんなになってきたな、その影になって、影になって目標のラインが見えなくなった。俺が目標で使ってるラインが見えなくなった。実際もあるからね、本当に朝から始めて夕方になるっていうね。なとこぶつけていくんかお前。さて、レースは何分、午後6時迎えてますね、そろそろ夕方になってきますね。なんつった、レース中盤に入りました、はい。PM6 時、嘘でしょこれ。え、
夕方夜になっちゃうってこと、夜になる前に。まただ残しすぎだ。あーもうリアが出る。どうなってんだリアタイヤ。おいリアタイヤどうなってんだよ。おーここの、あ、一歩早い。よし行け。ストレートが速いんだよなこの車 M6。 行けるか。あーぶつけてくんじゃねえ。おいそれアグレッシブすぎるんだろお前。よっしゃー行ったぜ。流れてる。こっからちょっとフロントやべ後ろが来た。いや大丈夫だ。よしいやー夕方になってきた。俺の苦手なこの夕方。大丈夫か夕方勝てるか。よっしょーめが暗闇になれない。こう日向と日陰が押しとるとねこう順応できなくなってくるんだよそういうのに。さあもう8時27分でスパコラン校舎こんなに明るいんだね。うわー夕方になってきちゃったよ。このまま1位をね死守できるか。タイヤマネージメントだわ。こっからはは、ええ GTR マップ落とす。1個マップ落とそうか。いやこれはマップは落としただろうな。1個でだいぶ違う。俺の手じゃないけどこの VR の俺の手が邪魔。うわー来た後ろ。ここ速いな GTR。 うおー速い。俺じゃねえ GTR。わあいいところに舗装があるね。俺のために舗装してくれてるみたいな。あー暗いよー。すいません暗いですちょっと。はいありがとうございます。電気ついた。パッシングしてやるぜ。わあ後ろ来た。大丈夫か。わあ後ろ来た。うわあ後ろ来た。ちょ待て。おい。わ後ろ来た。ちょっと夜苦手だからって。おいよしここ早い。細かいコーナー早いんだな。暗いですすいません。もう暗いですだいぶ。うわーだいぶ引き離した。あと何分。あとレースは2分40秒。あと2周かな。もう何が起こってもおかしくないスパフランコルシャンからお伝えしております。そっか。お、なんか後ろ離れたぞ。ああ星空が綺麗なんて見てる余裕があるんだろうか。
おい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 、危ねえ。よいしょ。おー、星空綺麗だけど。うわー、後ろ来た。後ろ来た。後ろ来てるよ。後ろ来てるよ。なんで、ここ早いから俺。話せる。落ち着いて。慎重なドライビングを心がければ。よしよしよし、離れる。あ、なんかちょっとライン乗りが変。やべえ、ちょっと、いやこれやべえな。あ、流れる。あ、タイヤがずるってきたよ。あ、タイヤが、ちょっと待って、周りが見えないよ。うちらぴったり。あー、もうベタ付けきたね。やべえぞこれは相当やべえぞ。いやもう見えなくてさ、走れないんだよね、うまく。行き過ぎた。もう一周か。オッケー。おー、入られた。スピンした。くそー、びっくりした。やめてよ。うわー、すごい。縁石乗っちゃダメ。オールージュ、頭おかしいよ、本当に。あー、後ろ来た。何が来た、これ。何が来たの。おー、ランボ来た。ランボ来ちゃった。おいおい、ランボ早いぞ、おい。ファイナルラップになって。いきなりランボ本気じゃん。おい、待て、ちょっと待て、お前。いきなりずるいって。いやー、おい、待てちょっと、本当に待て。うわ、早い。いや、ずるくね。あのランボずるくね。絶対捉える。いや、あの運転無理だな。いやー、ちょっとこれ苦しいか。もうはみ出てもしょうがない。ちょ、待てや、マジで、お前。おい、ランボ兄さん。ここ全開でいくぞ。いや、これ怒られる。あー、ちくしょう、もう。何それ。いやもうやられたぜ、最後。なんだよ、おい、裏勘。早くねえか、それ。早くねえか、お前。
おい、早くねえかそれ。最後狙ってやがったこいつ。いやでもすごいリアルじゃないこれ本当に。はい、やってきましたけどね、いかがだったでしょうかね。ランボ早いね、本当ね。本当ね、夜練習するのにいいよね。いやこれはすごいよ、本当に夜走ってるみたいだもん。で接近戦もね練習できるし、あのね、リプレイの映像も超リアル、うん、特に雨だとすごいリアルなんだよね。この花火なんてもうほぼ区別つかないもん、もうマジでやばいよね。シートベルトがないのは逆に違和感だね、ほんと。はい、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ああ、つけるんか。